航空戦力の威力は1941年12月8日の日本軍による真珠湾攻撃でも如実に示された。世界最強の軍は何の準備もできていなかった。攻撃部隊を先導したのは艦上戦闘機の三菱冷戦であった。優れた機動性と強力な火力によって戦争の初期には多数の連合軍航空機を葬り去った。1941年当時、日本軍機との戦いに投入されたアメリカの戦闘機はカーチス P40 だけで、冷戦には全く歯が立たず、日本軍はフィリピンやシンガポールを陥落していった。太平洋では史上初の空母による海戦が繰り広げられた。ミッドウェー海戦である。ここでグラマン F4F ワイルドキャットが実戦デビューを果たした。アメリカ海軍艦上戦闘機の長い歴史の始まりであった。アメリカ軍は8月にガダルカナルを奪還した。空母ワスプ、エンタープライズ、サラトガから発進した海兵隊のワイルドキャットは海兵隊上陸部隊を上空から支援した。最終段階では3隻の空母から発進した冷戦55機を含む78機の攻撃を受けた。これは太平洋で繰り広げられた最大の航空戦の一つで、双方ともに大きな損害を出した。1943年3月のビスマルク海戦では双胴戦闘機ロッキード P38 ライトニングが初参戦した。戦時中のアメリカで最も成功を収めた艦上戦闘機であるグラマン F6F ヘルキャットとボート F4U コルセアは、1943年末のタラワ及びジブラルタル諸島での戦いにおいて日本海軍の艦上機を打ち砕き、また陸上発進航空機も撃破した。フィリピン海海戦では9隻の空母から発進した200機の日本海軍艦上機がアメリカの戦闘機や対空砲火によりやすやすと撃墜され、マリアナの七面鳥狩りと揶揄された。太平洋戦争の最後の2年間は F6F ヘルキャットが主力戦闘機になっていた。1943年の1年間だけで2500機以上が引き渡されていた。当時最強のエンジンを装備したことで高速性と高上昇力を得て6000機以上の日本軍機を撃墜した。その結果アメリカの太平洋艦隊は常に海を制覇できた。ヘルキャットは頑丈な戦闘機で敵の射撃で大きな被害を受けても飛ばし続けることができた。レイテ沖海戦では日本軍が初めて体当たりの特別攻撃を仕掛けてきた。フィリピンの戦いでは14個の特別攻撃部隊が任務を遂行、その多くは冷戦であった。翌月には他の戦闘機や爆撃機も特別攻撃に使われるようになり、連合軍の空母12隻を撃沈あるいは大破させる深刻な被害を与えた。それらの多くは木製の飛行甲板を備えていた。
1944年のヨーロッパでは、連合軍がドイツに対して昼夜を問わず連続爆撃を加えていた。ドイツ空軍のあらゆる戦闘機が本土防衛に回された。BF-109 と FW-190 の全飛行隊がアメリカの B-17 や B-24 を迎え撃ち、大きな損害を与えた。ドイツ軍戦闘機の撃墜王は国民的な英雄であった。しかしその成功も長くは続かなかった。対等に戦うことのできるアメリカの長距離戦闘機がヨーロッパに到着したのである。リパブリック P-47 サンダーボルト、ロッキード P-38 ライトニング、そしてノースアメリカン P-51 マスタングである。イギリス空軍がマスタングのエンジンを試験的にロールスロイスマーリンに換装してみると、マスタングの性能は簡単に向上し、最大速度は640キロを突破した。増装を傾向することで航続距離が伸びた P-51 や P-47 は爆撃機をドイツ深部まで護衛できた。爆撃機搭乗員たちからは小さな友達と呼ばれたこれらの戦闘機は、あらゆるドイツ軍の迎撃を返り討ちにした。6丁の機関銃を装備し、450キロの爆弾を搭載できたマスタングは、第二次世界大戦で最も能力の高い多用途戦闘機となった。1944年夏には、ドイツの強力な新兵器数百発がイギリスを襲った。無人の飛行爆弾 V-1 である。時速640キロ近くで飛翔するこの兵器は迎撃が難しく、1トンの高爆発力弾頭は目標を粉々に破壊した。しかしイギリス空軍のスピットファイアとテンペストのパイロットたちは、このミサイルを機関銃や機関砲で撃墜する戦術を編み出した。さらにもっと勇敢なパイロットは主翼端でミサイルを叩き落とした。同年夏、連合軍のノルマンディ上陸作戦時には、2000機以上の連合軍戦闘機がドイツ空軍機を撃ち負かした。ドイツは存亡をかけての戦いに入ったが、本国を守るのは旧式化した BF-109 と FW-190 だけであった。しかし航空の新しい歴史が幕を開けようともしていた。ドイツは世界初の実用ジェット戦闘機メッサーシュミット ME-262 を実用化させ、また革新的なロケット迎撃戦闘機 ME-163 も実用化させた。しかし連合軍はあらゆる戦線でドイツを撃破し、また都市部への爆撃を続けたことから、ドイツはすぐにこの革新的な技術を維持することが困難になった。さらには燃料の枯渇、戦死負傷者の増加がドイツに降伏を余儀なくさせた。戦争が終結すると、連合軍はドイツ人科学者とその進んだ航空技術を確保するための争奪戦を行った。戦争の最後の数年間には、連合軍の科学者もまたジェット動力の開発を行っていた。1942年にはイギリスが提供したエンジンを使ったベル XP-59 試作機がアメリカで初飛行した。イギリス最初の実用ジェット戦闘機であるグロスターミーティアと、それに続いてすぐに実用化されたデハビランドヴァンパイアは、戦後ノルウェーやスウェーデンなど多くの国でも使用された。スウェーデンはジェット戦闘機の独自開発へと進み、
イギリス製ヴァンパイアのエンジンを使用したサーブ 21R。 そしてヨーロッパ初の高対翼戦闘機サーブ29を製造した。イギリスのジェットエンジン技術はアメリカでも花を咲かせた。アメリカ最初の実用ジェット戦闘機 P80 シューティングスターは1944年1月に初飛行し、イギリス製のエンジンを装備して時速800キロ以上の速度を記録した。ジェット戦闘機の時代が始まった。